はい、新井テレンポ共和国移動 VR です。今ですね、例の、電動アシスト自転車でちょっと走ってます。勝谷に行こうと思ってて、なんか今安いセールやってるので、勝谷に行こうと思ってるんですが、バイクだとすぐなんですが、自転車、普通の自転車だとちょっと遠いかなと思ってて、まあ電動だったら、行けるかなという感じで行ってます。よいしょ。今エコモードですね。今エコモードなので、今一番重いギアにしてるんですけど、パワーモードにするともっとスムーズに走れるんですが、足の回転が追いつかないので、今パワーモードにしましたけど、グーッと引っ張られる感じですね。もう足の回転が360度なので、足のペダルのところを映してもらうと分かると思うんですが、左今業務用スーパーですね。業務スーパーです、ね。まあ、帰りここ寄って何か買っていくかな。もう多分今これ時速、そうですね、15キロぐらいだと思うんですが、まあいっぱいいっぱいですね。これ以上スピードを出すとかなり漕がなくちゃいけないので、まあ、この辺りが限界かなと思う。普通に乗るなら限界かなと思います。今パワーモードで、行くので、今これ一番重いギアで発進してますけど、全然普通にこう前輪から引っ張られる感じで、発進ができますね。前の上が、これが、首都高速ですね。首都高速の、7号小松川線、左がユニクロですね。来たことありませんけど、でこれ高速を越えますと、もうすぐ京葉道路ですねに当たります。いや、引っかかりますね。きっちり自転車だとバイクだと行けたんでしょうけど、昨日1キロ、2キロぐらいですかね、ちょっと走ってみたんですが、バッテリーはまだ満タンのままですね。今のところそう簡単には減りませんが、まあ新品なんでそうなんだろうと思います。結構ね、今日日曜日なんですけど、人歩いてますよね。結構ね、あんまり関係ないなという感じがします。これやっぱりね、普段バイク乗ってるので、バックミラーが普通バイクついてるので、後ろからこうなんか来てると、まあ避けたり自分が先に行ったりなんだかんだやるんですが、さすがにね、自転車だと後ろ見えないので、ちょっと怖いですね。普段バイクに乗ってるからだと思いますけど、やっぱりバックミラーあった方がいいですね。後ろ何来てるか分かんないですもんね。音だけで、まあ分からんでもないですが、できればつい車道を走るんだったらついてた方がいいですね。ギアね、切り替え、普通走ってる分にはあんまりいらないんですよね。これはギア必要なのはバッテリー切れの時ですかね。あるいはそのバッテリー使わずに走る時、今ちょっと切ってみますけど、これで今切りました。普通走ってる分には別にこれ
6速で全然問題ないんですよね。まあ入れると軽くなりますけど、パワーモードの方がだいぶ軽く、ちょっと渡りましょうか。よいしょ。はい、ということで勝屋に到着しました。この横がね、勝屋の横がマクドナルドなんですよね。この前の大きい道路が京葉道路、左が東京の中心部ですね、右が千葉県方面。あれ、駐輪場あそこしかないのかな。あ、ここありますね。はい、150円引きなので来ました。はい、ということで、折りたたみ式の電動自転車の乗り心地っていうか、紹介でした。以上です。